で、自宅から、インターネット、あるいはもう少し詳しく言いますと、インターネットにつながったプロバイダーまでの間を、まあ、どういう形態でつなぐのかということになるわけですけども、例えばイーサネットという、まあ、ネットワークのケーブルをプロバイダーから自宅まで引っ張るということも技術的には可能でありますけれども、通常はそういう形態は取っておりませんで、プロバイダーとの間はすでに、ある電話線、電話網を使ってつなぐというのが最近は一般的になっています。最近であれば、今度はファイバートゥーダホームという名前もありますように、光ファイバーでもって、プロバイダーとの間をつなぐというサービスも出てきていますけれども、ここでは ADSL の技術をご説明申し上げましょう。この ADSL では、自宅に以前からある電話線を使ってプロバイダーとの間を接続するというものなんですね。